私たちが現実だとずっと何千年も信じてきたことってのが私たちの思い込みだったりするかもしれない。叩く瞬間があるんですけど、そこは本当に現実にふっと一瞬引き戻される。大人やり始めたとこと、その現実にずっといたとこで世界が分岐してる感じはしますね。メタバースって空が飛べるんですよね。オレンジと申します。ネオス VR で面白いおもちゃを作ったりイベントを運営したりっていうことをいろいろやっております。ネオス VR の特徴は VR の中でいろいろなことが完結しているおもちゃを作ったりアバターをセットアップしたり世界を作ったりっていうことが全て VR の中でできるっていう特徴があります。加藤勝明と申します。でやっていることは今衛星のデータからまあ AI によって3次元に現実そっくりの仮想世界を作る仕組みを作っている会社をやってます。完全なミラーワールドが余裕でできますし、多分それ以上のことができちゃうんじゃないかなと思いますね。多分30年前とか20年前のインターネットが誕生してきた方々っていうのは想像できてないようなコラボレーションだったりが今生まれてはいるので、多分全然その私たちの想像の範囲内に収まらないんじゃないかなと思ってますね。この4人が最初に出会ったので言えば、お互い Twitter でフォートナイトクリエイティブのタグですごい人をみんな探してて DM して遊び始めたっていうのが本当に一番最初のきっかけです。人が集まる場所を作ろうっていうのをコンセプトにコネクトを立ち上げます。ディズニーとか USJ じゃないですけど、常にそこに人がいてみんな行きたくなるようなメタバースが作りたいですね。真鍋大斗です。肩書きとしてはアーティスト、プログラマー、あとは昔からやっている DJ。 寺岡正樹と申します。筋電とかノウハウとかそれを活用したデバイスの開発とかもやっております。真鍋さんとはもうだいぶ昔からのお付き合いでして、いろいろ制作開発させていただいてきました。タイトルの通り現実とその仮想空間のまあ境界の話で、現実と仮想世界をまあシームレスに行ったり来たりして、境界がまあ分からなくなるような体験を作ろうってことでスタートした作品ですね。25歳以上の方々にとっては、まあ、メタバースというのはうさんくさいものだし、どこに必要なのかが全くわからないものだと。10代に関しては当たり前になってるので、いやなんかおじさんたちがこれをメタバースって呼んでるらしいぞというぐらいの感覚じゃないですかね。小学生の時から友達と遊ぶ時にオンライン上だったりすることが多かったんで、過去のことを思い出したら現実の記憶と同じかそれより多いぐらいはなんかゲームでなんか話してた記憶ある。まあこれをかけるとまあ、カメラがついているので、まあ、外の世界がまあ見える。カメラの映像を閉じると、まあ、全部 CG の世界だけを見ることができると。こういう風にね、被ってで今お話ししているんですよ。現実の僕は NEOS VR ではロジックスって呼ばれるプログラミング言語でものを作ることができるんです。これがロジックスのパネルなんですけど、いろんな命令が並んでるんですね。こういったものを取り出して空中にノードって呼ばれるものをつなげていくことでものを作っていくことができるんです。みんなでできるっていうのが面白いところなんですよね。子供たちにとってはフォートナイトっていうのはある種義務になってるんじゃないかなと思っててですね、あそこに集まって今日9時でちょっと話をしようぜっていう時に、俺アカウント持ってないんだよねってことをはぶられてるってこととイコールなんじゃないかなと思っててですね、だって子供の社会の中ではすでに仮想空間3次元空間っていうのはまあ義務化していって、持ってないと友達ができない、交流ができない。ずっと外で遊んでたりする友達に対しては違う世界線の人感ありますよね。なんか現実味のあるものを見る場所ってだけで、瀬戸とかはもう外出るにしても遊びに行くとかじゃなくて室外機とか屋上設備見るために東京に泊まったみたいな言ってましたね。これはもう全部エピックが持っているフォートナイトのパーツの組み合わせですね。歩道とかも歩道のパーツを作ってるんじゃなくて、建物の屋上の縁みたいなパーツをサイズを拡大縮小して埋めて、109とかも、まあ、農場の貯水塔みたいなやつのパーツを使ってるんですよ。横線の数も現実の109と合わせてて、多分縦に42本線が積み重なってます。
もしかしたらそこでしかイベントが開かれてない、告知がフォートナイト上でしかされてないです、いやこれアカウント開設しなきゃいけないなと、っていうことを徐々に徐々に年代が上の人たちはやらざるを得なくなってくると思うんで、そのタイミングで今まで必要性を感じなかった年代が高い人たちとかにも巻き込まれていく、まあ、アバターとしてこうやって人がみんないるだけでみんなで作ってるっていう感覚がアバターがあるのとないので違ってくるんで、そこは大きいなって思ってますね。やっぱりこのアバターを手に入れるってことは自分の好みの見た目を自分で自分に割り当てるっていうことだと思うんですよね。現実のコミュニケーションをするときでは見た目にいきなり言及するのってちょっと失礼じゃないですか。 VR ではそれができるんです。当然相手はそれをいいと思って自分に割り当ててるわけですから、今の自分を捨てて違う自分になりたいっていう欲望ってのは多分万人がもともと持ってるんじゃないかなと、多分そういう天性の欲求みたいなものを叶えてくれるんじゃないかなと思ってですね、その世界では猫になりたいとか、まあ、ゾウリムシになりたいとかカブトムシになってみたいみたいな欲望も叶えられると思いますし、アバターで慣れちゃってる人はこっちの方が全然関わりやすい。フリスクアース手頭に現実で会った時の方が距離感としては遠いっていう、バーチャルの方が深くコミュニケーションできるなとは。フォートナイトで仲良くてもリアルで会うと本当に同じ人かなって、まあ、それは、うん、なるね。まあ、操作性なんですよ問題なのは。アバターが動くんじゃない、自分が動かせれば一体ができるんですよ。まさにそのアバターと自分の中でループができます。でそのことでリアリティがグッと増すわけなんです。手を動かしたり口を動かしたり表情を変えたり足を動かしたりすることもできるんですよね。空が飛べるっていう体験も VR ならではですよね。気持ちいいですね。そういう部分の表現がアバターって非常に豊かなので、コミュニケーションする時の結構影響あるんじゃないかなって思いますね。トラッキングで動き表現しようとすると実際手振ったりとかないといけないんですけど、 VR と違ってフォートナイトだと現実ではもうスティックをカチカチ押すだけでできることなんで、あんまり体力使わずコミュニケーションができるっていう、ぎこちない動きが逆に人間っぽいっていうか、なんかこのフォートナイトの動きの中でのリアリティとか相手の感情とかの特有の伝わり方があります。アバター動かすみたいなことっていうのは、まあ、ある種そのゲームを楽しむみたいなことで、なんか最終的にはそういう自分のエージェントが勝手にあの自分の代わりにコミュニケーションを取るみたいな世界が、まあ、生まれるのはなんか今の流れでいくと、まあ、自然だし、まあ、今 の, その技術とのまあ相性もすごくいいのかなっていう。ノルガノイドが究極のアバターみたいな感じで、その自分の脳細胞をね培養してみんなの脳細胞同士がコミュニケーション取ったりみたいな、でしかもちゃんと自分の分身、まあ、会ったことないし声しか聞いたことないからイメージアバターの方が強いですね。でも友達としては一緒だから言い方としては分けてるしイメージも分けてるけど、別にこうやってデジタルでしかないからといってフィジカルと接し方が違うってのはないかな、うん。まあ、バーチャルの世界で踊ってるダンサーとそのリアルの世界で踊ってるダンサー両方同じものを持っているので、作品の中でどっちにも行けるっていう状態にまあなっていて、であとはこれをまあどうやって鑑賞すると面白いかなっていうのをまあ考えた時に、座ってみることとかも考えたんですけど、自分の体が動いてない状態で CG のカメラだけ動くとかっていうのはまあすぐなんか酔っちゃうんですね。無線で制御できる車椅子っていうのを作品の中に入れたっていう。平衡感覚から来る刺激というのはですね、体を動かされるとどんどん中で情報を収集するとしようとするんですよ。その情報が体の自分の動きと合致してた場合は、まあ、その状況がまあリアルであると脳は判断するんですよね。触覚っていうのが肝になってて、抱く瞬間があるんですけど、そこは本当に現実にふっと一瞬引き戻される、仮想世界と触覚をまあつなげる、こうなったとすると結構現実に戻るのはなんか難しいんじゃないかなっていう。触覚をいかに作品に織り込んでいくか問題になると思うんですけれども、画像とぴったり合えば非常に強いです。バーチャルリアリティをより没入感とか臨場感を高めるためには結局まあ現実空間が必要で、解像度を高めるとかじゃないところで臨場感とかっていうことをまあ感じるっていうことが作品作ってなんかちょっと分かった、まあ、ダンサーの香水の匂いがふっとそれで引き戻されたりとか、触られた瞬間に我に返ったりとか。やっぱ一番は感触じゃないですか。まだそれが仮想空間に達してない領域っていうか、ずっとこうやってフォートナイトで暮らしてると
この中の建物とかアバターとかを触れたら面白いなとは思いますね。ファントムセンスって呼ばれてますけれども、この VR の中で手に触ったりとか顔に触ったりとか、実際にはそこに触覚はないはずなのにそれをされたように感じるっていうものがあるんですよね。強く感じる人はなんか温度感まで感じるらしいんですよ。こう物質がある、物理的であるっていうことが現実だったら考えてはいると思うんですけども、いやそうじゃないんじゃないかなと思っていて、ある有名な物理学者が死ぬ前に言ってた仮説があって、宇宙の正体っていうのは粒子でもなくて場でも波でもなくて情報なんじゃないかと。つまり現実ってのも仮想世界も結局は情報が欲してあるんだったら横並びで同じものなんじゃないかなと。 VR で作られたものも現実にあるものも同じ本物として扱っていいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。 VR で作られた作品にも思いとか考えとか現実の作品と同じくらい含まれているので、そこに大きな差はないんじゃないかなっていうふうに思ってます。仮想空間で動いてるアバターにとっては目の前にあるアイテムっていうのは物理的なんですよね。でも私たちから画面を引いてみると物理的でも何でもない。なので今私たちがこうやって生活している現実世界っていうのももしかしたらそういう風な形をしてるかもしれないと。バーの中に入ってきましたよ。ドリンクを作ることができるんですね。でこのバナナをですね、よいしょ、切りました。さあじゃあいただきます。あー美味しい。結局はこの世界とか宇宙ってのも人間の脳がただ作り出してる全てが虚構なんじゃないかなということが、今回メタバースとか三次元空間を人間が作れるようになったことによって徐々に逆に証明されてくるんじゃないかな。私たちが現実だとずっと何千年も信じてきたことってのがただのまあ電気信号だったりするかもしれないですし、あと私たちの思い込みだったりするかもしれないっていうことも多分今後いろいろこう出てくると思うんですよね。次々新しい感覚の持った方がどんどんできてきてますので、リアリティも将来変わる可能性はありとると思います。軽めの、まあ、リアリティが本間のリアリティだと思うような時代が多分できてくるような気はしますね。人が作ってその人の考えとか思いがこもっている空間っていうのにはリアリティがあると言えると思いますね。現実世界もネオス VR の世界も僕にとっては実次のものだなっていうふうに思ってます。何を現実と思うかっていうのを一言で言うのは難しいですね。でもやっぱり経験を参照する以外には思いつかないですよね。なんかよく夢を見てて、あ、これ夢なんじゃないかって途中で気づいて目覚める時があるんですけど、もう明らかに現実とはかけ離れてた状況になってるので、何をリファレンスしてるんですかね。でも結局なんか経験と照らし合わせて判断してるところがあると思うので、作品が表に出てそこでみんなが遊んでてツイッターとかでも反応が来てっていう、その時が一番なんか生を実感するっていうか、小学生とかの外で鬼ごっこしたりかくれんぼしたりしてた時と比べて考えると2回目の人生感ありますけど、大人やり始めたとこと現実にずっといたとこで世界が分岐してる感じはしますね。人生ごと全部もう一個の現実みたいな、第二の現実、多分人々にとっての世界っていうものの感覚っていうのが変わっていくと思うんですよ。それも含めて残るものと消えるものっていうのも含めて、その最終的に残った最後の部分っていうのがその世界の正体だと思うんですよね。それやっぱ知ってから死にたいなと思ってるんですよ。私にとってはそれだけがリアリティだって、逆に言うと今生きてるこの生活とか世界っていうのが私にとっては虚構ですね。本当に現実とは何なのか、この世界とは何なのか、宇宙とは何なのかっていうことを本当に分解し続けていく、はい、なんでまあ一人遊びをしてる感じですからね、ずっと。